村上市の笹川流れメガネ岩にやってきました。でこのトンネルの間に駐車場があって10台ぐらい止められそうですね。であそこがドームになってこれがメガネ岩だと思います。そっちへ行ってみます。ここに説明があります。笹川流れ村上市全長11キロの区間を指すと。でこんな場所に見えるそうです。あそこからも降りるところがあって、うん、でどうするとあっちもあるので、あそこ降りないと多分メガネ岩に行けないんじゃないですか、はい、うん、行きましょう。はい、はい、ではそこが降り口のようなのでそこの階段を降りていきます。いや海めちゃめちゃ綺麗ですよ。道門を見たいから。え、止めた車はそこですね。はい、これがメガネ岩道門ですね。おばあもやってきました。サンダルで来ています。はい、おじいサンダルで来ました。はい、メガネ岩の反対側に歩いてみてみます。この石がとても歩きにくいです。いやでも綺麗な海岸ですね。はい、これがメガネ岩です。この岩に登るとあの道門が綺麗に見えるんじゃないかとおばあが言っておりますが、はい、登る勇気がないのでここでやめます。はい、まあ年寄りは、はい、遊覧船来ました。あの角度で見ると綺麗でしょうね。あ、登っています。決定的瞬間が撮れたりして、駐車場まで戻ってきました。あ、向こう側の、はい、はい、おばあはこの下に降りていて見ています。はい、遊覧船も来ましたね。やっぱりこっち側からもちゃんと見せてくれるようですよ。いや、なかなか親切ですね。はい、ここまでで10分520メートルでした。では先へ進みます。いや綺麗なとこですね。遊覧船も乗ってみたかったんですけどちょっと時間的に無理ですから先へ進みましょう。